アルブレヒト・デューラー、アルブレヒト・デューラー、1471年5月21日から1528年4月6日は、ドイツのルネサンス期の画家、版画家、数学者、同名の父、アルブレヒトは、ハンガリーからドイツ南部に移住してきた、マジル人金銀採掘士である。デューラーは百七十一年五月十一日に、大密語、次男として、 ニュルンベルクに生まれた。14人から18人兄弟であった。父のアルブレヒト・デューラーは、金細工職人として、成功を収めていた。彼はのリンソン・アイトーシュ・アイトス、現在の扉村の意味の出身で、アイトーシュと名乗っていた。ハンガリーでは、アイトーシュ・デュレルとも呼ばれる。彼は1455年に、ニュルンベルクに移ってきた。ドイツ語名のデュラーは、 ハンガリー語のアイトシーに由来して、大元はドア職人のサー,アー、ハンガリー語でアイトはドアの意味である。このため、家紋には扉が描かれている。アルブレヒトは自分が親方となった1467年に彼の親方であるイエロニムスホルパーの娘バルバラと結婚した。デューラーの後見人はアントン・コーベルガーでデューラーの生まれた年に印刷家。 出版家になるために金細工職人を辞めた。ほどなく彼はドイツで最も成功した出版家となり、最終的に二十四の出版物とドイツ国内に数多くの事務所を所有した。彼の最も有名な出版物は千四百九十三年にドイツ語とラテン語版が出版されたニルンベルク年代記である。そこに岩による前例のない千八百九の木版のイラストが 含まれていた。この計画が始まった時、デューラーは、ボルゲムートと共に、これらを手伝った。幸運にもデューラーは、自画像を多く残していて、20代中頃には大変、有名になっていた。このため彼の生涯は、多くの情報源により、文書化されている。二、三年学校に通った後、デューラーは、父親から金細工と描写の基礎を学び始めた。父親は彼に、 金細工のトレーニングを続けさせたかったが、彼は、ボルゲムートの、見習い時、1484年に15歳で始めた、描画において、早熟な才能の片鱗を見せていた。銀筆素描で描かれた、自画像は、彼が後に、子供時代と記した1484年の作である。ボルゲムートは当時ニュルンベルクにおいて、様々な芸術作品を制作する巨大な作場を有し、有 最先端を行く芸術家であった。ニュルンベルクは出版や高級品の貿易拠点として重要な繁栄した都市であった。街はアルプスを縦断して比較的距離の近いイタリア、特にベネツィアと大きなパイプがあった。見習い期間を終了すると、デューラーは一般的なドイツの習慣であった。キャップイヤー中に見習い人が他の地域で芸術家から技術を学ぶ。 変歴の旅に出た。デューラーは変歴で約4年間を過ごした。彼は1490年に北ヨーロッパの先進的な彫刻家のマルティン、ショーンガウアーの下で働こうと旅だったが、1492年に彼がアルザスのコルマールに到着する直前に、ショーンガウアーは亡くなってしまった。1490年に旅立ってから1492年に、 コルマールに到着するまで、デューラーがどこをさまよっていたのかは不明だが、フランクフルとか、オランダにいたと思われる。コルマールで彼は、マルティン・ショーンガウアーの兄弟である金イク氏のカスパート・パウル、画家のルートビヒに歓迎された。1493年デューラーは、ストラスブール、シュトラスブルクに出かけ、そこで、オランダ人のの彫刻と出会った。 1493年の自画像はこの時に描かれ、おそらく、ニュルンベルクの彼の婚約者に送られた。この自画像で、デューラーが右手に持っている植物は、夫の低操を意味するエリンギウムだと考えられている。1492年初頭にデューラーは、バーゼルに赴き、マルティン・ショーンガウアーの他の兄弟である金細工師、ゲオルクと共に住んだ。23歳になった、彼は、 1494年7月7日に、ニュルンベルクに戻るとすぐ、アグネス・フライと結婚した。結婚は、彼が、不在の時に、用意されていた。アグネスは、この町の優秀な真鍮職人で、資産家、アマチュアハープ奏者、ハンス・フライの娘であった。しかし、夫妻には、子供ができなかった。ニュルンベルクに戻ってからわずか3ヶ月以内に、 デューラーは単身でイタリアに旅立った。この時にニュルンベルクでのペストの流行が影響したと伝わる。彼はアルプスを越える際に水彩による風景画を描いており、これらは西洋で最初の純粋な風景画とされている。これらの中には、例えば同伴がネメージスのように後の彼の作品における実存する場所での正確な風景によって推定されるものもある。 彼はさらに進んだ芸術世界の勉強をするためにイタリアのベネツィアに赴いた。ボルゲムートの保護もあり、彼はドライポイントによる印刷の方法やマルティン・ショーンガウアーの作品やがその基本となっているドイツ様式の木版の設計方法を学んだ。彼はドイツにおいてもイタリアの作品に接していたが、イタリアでの二つの訪問が彼に多大な影響を与えることとなった。彼は ジョバンニ・ニベリーには最も歳をとっているが、いまだに、ベネツィアで最も素晴らしい芸術家であると記述している。デューラーの描画や彫刻は、他の芸術家の影響も受けている。作品に描かれている、体の比率に興味があったアントニオ・デル・ポル・ダ・ヨーロや、アンドレア・マンテーニャ、ロレンツォ・ディ・クレディなどである。彼は、パドバとマントバも旅行中に訪れている。1495年に、 ニュルンベルクに戻ったデューラーは自身の作業場を持った。結婚したのは作業場が必要だったからであった。帰郷後5年間で彼は潜在的な北部様式にイタリアで得たものを統合し、その後の10年間にデューラーは両親を共に失っている。父は1502年に、母は1514年に亡くなった。作業場での彼の初期の優れた作品は、 木版印刷で特に宗教的なものであった。しかし1496年頃描かれたザメンズ・バス・ハウスのような平身との描写も含んでいた。これらはそれまでのドイツ木版画の大多数よりも大きく、より複雑で比率のバランスが取れていた。デューラー自身がすべての木版を彫ったとは考えづらい。この作業は専門の職人が行ったものであろう。しかし、 彼は、ボルゲムートのアトリエでの修行時に、多くの祭壇彫刻や祭壇画を作り、木版用のデザインと彫刻の両方を行い、創作に必要な技術が何であるかと、木材彫刻師との作業の仕方を理解した。デューラーは木材に直接デザインを描くか、紙に描いたものを木材に接着させた。どちらにしても、木材を彫るときに、設計図は壊された。彼の有名な、 目視録の16の設計シリーズは1498年のものである。彼は大事な伝の最初の7つの場面も同年に制作した。少し後に聖家族と成人に関する11のシリーズを制作した。1503から5年頃、彼はの差し絵セットの最初の17枚を制作したが、すべての制作が終わるまでに数年間を要した。これらの作品も、 大樹何年も何年もの間出版されなかったが、印刷物はかなりの数が個人的に売られた。これと同時期に彼はエングレービングを制作するためにお使用する今までとは異なる技術を特訓した。基本的な技術は金細工とほぼ同じなので、彼は幼少の頃父親から技術を学ぶことが可能であった。習い始めはあまり熱心ではなかったが、 1496年頃から傑作を生み出すようになった。冒頭息子は数十年後にジョルジョバザーリに絶賛された。すぐに彼はいくつかの超大作と原画を残した。特に1502年作のネメージス、運命の女神、1498年作のザシーモンスターと1501年頃制作された聖エウスタキウスは、 きめ細かい背景と美しい動物が描かれていた。彼は数多く聖母、マリアの宗教的な単身像や、喜劇的な農民の姿の小風景の作品を作った。印刷物なので持ち運びができた。これらの創作によって、数年以内にヨーロッパの主要な芸術の中心地で、デューラーは有名になった。かつてベネツィアで出会った画家やコポデバルバリが年に、 ニュルンベルクを訪れた。デューラーは遠近法、解剖学、人体近郊論を彼から学んだと述べている。バルバディは知っていることすべてを語りたがらなかったので、デューラーは独力で研究を開始した。それは彼の生涯にわたる関心事であった。人体の比率を描く実験が、デューラーの現存している一連の絵画で見ることができる。1504年に制作された有名な アダムとイブのエングレービングは、ビュランを使用し、肉体の表面に質感を持たせている。この作品が、デューラーのフルネームが署名された、唯一のエングレービング作品である。デューラーは特に絵画やエングレービングによる、同版画の下書きを数多く残している。最も有名なものは1508年に作成され、現在は、ウィーンのアルベルティの美術館に所蔵されている、祈る手である。それは、 ヘラー祭壇画の十二使徒を調査したものである。彼は水彩とガッシュの絵も作り続けていた。それらは1502年作のノウサギや1503年作のシワクサなどに代表され、数多くの牧草地での優雅な生物や動物画を含んでいた。1498年に木版画集木白くにて成功を収めた。彼は絵を描くためにイタリアに戻り、 最初に、リンネルに、テンペラ技法によって描く一連の作品を制作した。作品には、自画像や祭壇画が含まれていた。パウムガルトナーの祭壇画や、マギの礼拝、東宝山博士の礼拝などがあった。1506年初期、彼は、ベネツィアに戻り、1507年春まで、そこに滞在した。この時すでに、デューラーのエングレービングは、人気を得ていて、 コピーが作成されていた。滞在中に、ジョバンニ・ニベリーニと親交を結んでいた。ベネツィアで彼は、ドイツ移民の共同体から、教会の祭壇画の業務委託を受けた。この時の作品は、アドラチオン・オブザバジンあるいは、ローゼンクラウンツフェスと、バラの冠の聖母として知れている。委託には、ベネツィアのドイツ移民共同体メンバーの肖像画が、含まれていたが、 その作風はイタリアの影響を受けていた。その後、作品はルドルフ二世の手に渡り、プラハに移された。デューラーがベネツィアで制作した他の絵画には、ヒワの聖母子やクリストディスプティング・ウィズ・ザ・ドクターズなどがある。ベネツィア人に敬意を持たれていたにもかかわらず、1507年の中頃までにデューラーはニュルンベルクに戻り、1520年まで、 ドイツ国内で暮らした。彼の評判はヨーロッパ中に知れ渡り、彼はラファエロ・サンティ、ジョバンニ・ベリーニやレオナルド・ダ・ヴィンチ、ロレンツォ・ディクレディを介してを含む有名な芸術家と親睦を図り、連絡を取り合っていた。1507年から1511年の間、彼は最もよく知られた絵画を残した。1507年のアダムとイブ。 フリード・リヒ三世のために描かれた1508年のザ・マーターダム・オブ・ザ・テン・サウザンド同じく1508年のバジン・ウィズ・ザ・アイリスフランクフルト・アム・マインのジェイコブ・ヘラーのために描かれた1509年のアサンプション・オブ・ザ・バジンマッテイアス・ランドアーのために描かれた151年のアドラチオン・オブ・ザ・トリニティなどである同時期に彼は大樹南伝と マリアの生涯の二つの木版シリーズを完成させ、両作品とも1511年に木白クシリーズの第二版と共に出版された。デネツヤから帰国後の木版画は、デューラーのキアロスクールモデル効果の発展を示している。出版物の至るところに、明暗が対照的な中間の色調が見られる。1513年から1514年にかけて、同版画の傑作である、 騎士とシと悪魔、メランコリアイ、メレンコリアイ、書斎の聖ヒエロニムスなどの作品を発表した。また、1520年から1521年には、ネーデルラントにも滞在している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。